江津屋暴言さんといえば、はい、やっぱり何といっても1979年のジャパーズナンバーワン、はい、この時は日本は全盛時代でした、はい、ところが89年から日本は苦しくなって、はい、国政も、はい、強いられてます、はい、この日本が苦戦を強いられた、苦しくなった原因は何だと思いますか？あら、僕はね、まあ、当然のね、経済の発達と思うんですね、はい、で、前はね、賃金はね、安かった、はい、賃金は、ね、日本人の賃金安かった、安かったですね、あのですから労働のコストは非常に低かったですね、はい、ですね、どんどん高くなってですね、とりあえず先端技術を作ってですね、ですから当然ですね、あの、やっぱり賃金が高くなってね、全世界の競争力はですね、あの前ほどではないですね、韓国、台湾、別のところはですね、似てる、ね、せあのあの品物も作れるしね、ですから非常に韓国、台湾、中国ね、そう、はい、ですから別に日本のやり方は悪いと僕は思わないですね。あれは世界 の, あのやっぱり経済の発達とともにですね、自然にそうなったとともにですね、僕の理解ではですね、80年代の終わりの方ですね、バブルをね、それに救いましてですね、はい、プラザ合意が出来上がってからですね、はい、あの日本の、まあ、政府は少しお金をやりすぎてですね、バブルでね、どんどん大きくなって、煽っちゃったですね、もう少し早く咲いたらよかったのにですね、ですからその2つ、僕の理解はその2つの原因じゃないかと思うんですね。別に何が誰が悪いと僕は思わないんですね、うん、今の日本をどう見てらっしゃいますか？はい、あのね、最近安倍政権がですね、はい、安倍のミキスと言ってますね、はいはい、僕の理解はですね、多少、まあ、元気が出してるんですね。ですから89年のおっしゃる通りですね、やっぱり今まではですね、それほど成長してない。だから僕はですね、それほど悪くもないですね。だいたいね、新聞記者がね、ですね、やっぱり経済の面はですね、株主のために株主のために書いてあるんですね。ですから日本の成長率は低いと、株主は投資しないと、だいたいそういう人たちのために経済面が出てるんですね。だけど私はもう社会学をやったんでね、日本の社会はね、それほど悪くないと、はい、例えばある会社はですね、人を追い出さないと、で新聞が書くのはあれはなんでね、経済原理はね、守らないとね、変なことだなと、うん、僕は社会にとってそれほど悪くないかいってね、あんまり日本の企業はリストラをしない、そう、社員や従業員を追い出さない、はい、はい、それは僕はね、社会にとってですね、人間の生活のためにそれほど悪くないですね。その点でアメリカの方はね、経済学者のためにですね、アメリカの経済の方はですね、人は早く追い出すと、うん、みんな経済、新聞でね、あ、いや、いい子だ、どんどんリストラすると、そう、それは早くやればいいんだな。で、私は社会の目から見るとそう、必ずそうでもないんでね、なるほど、それが20年間ですね、日本は何もやってないという評判もあるんですね。僕はもう少し詳しくね、調べるとね、いろんな日本の企業は一生懸命ね、いろんなことを考えてやってるとか、ですから日本は常に簡単でね、悪いことしたとか、ダメだとか僕は思わないんですね。経済成長はしなかった、それは事実ですね。なるほど、はい、ところで、うん、まあ、今日は、はい、鄧小平さんについてお聞きしたいんですが、はい、江津屋暴言さん、はい、なんで鄧小平を書こうと思いになったんですか？我々ハーバー大学の先生がですね、はい、僕の先輩ライシャオさんと、フェイベンクさんがですね、その二人はですね、我々のハーバー大学のアジアの専門家の責任はね、うちの学生だけではなくてですね、私政府のお金ももらうし、企業とお金持ちのお金ももらって、
で、我々の責任はね、あのアメリカの社会全体の、 あの知識のためにものを作ると。民主主義の国はですね、やっぱり国民の理解力によってね、うまくかうまくないと。我々の責任はですね、国民の水準をですね、あの上げるためですね。ですから僕はね、70歳の時は、ハーバー大学から退職して、やっぱりアメリカの国民のためにアジアも理解した。で、僕はジャパンズナンバーワンの書いた理由も同じだ。で、79年はね、日本の競争力はね、どんどん強くなって、アメリカはどういうふうにやるべきと。我々の答えはですね、あの競争はいいこと。私はですね、もう少し日本の良さをね、あの真似て競争するために、アメリカは日米経済摩擦で、そう、日本がアメリカに輸出をしすぎだと、そうそう、ちょっとやめろと、そうそうそう。で、僕はそれは、まあ、経済状態は自然にそうなってる。アメリカはもう少し力を入れてですね、あのやっぱり日本の良い面をですね、まあ、あの品質がいいと、それから教育ですね、義務教育はですね、水準が高い、あの犯罪は少ない、長生きで、どうして日本はそういうことは、もう少し良い面を勉強して、我々のためにね、そういうことはあのやるべきだ。ところで、トウ・ショウヘイなんですか。はい、トウ・ショウヘイは、なんでトウ・ショウヘイをやろうと思うの。あの僕は逃げるつもりではなかったんですね。それそういう背景でね、今度トウ・ショウヘイはですね、書くのはですね、アメリカ人の理解するためですね。で、今度アメリカ人が面している問題は日本だではなくてですね、79年は問題は、うん、経済の強い国は日本、今度ね、中国はあの一般ですね、経済面も、ね、政治面で、ね、強い、で非常に危ない面もあるんで、もう少し中国を理解すべきだと。で、中国はですね、今年はどういうことを行われたな、それは新聞記者に聞けばいいんですね。我々学者はですね、十分に資料がないとか、人と面接できないとか、そういうことはできない。ちょっと前に資料があって、人間で、まあ、いろんな人に会う可能性があるので、それから中国を、現在中国を理解するためにですね、解放改革時代はね、非常に根本的な主流だと私は見てるんですね。それを理解するためにですね、トウ・ショウヘイはそういう時代ですね。ですから英語の、まあ、中国で発表した時は、本の名前はトウ・ショウヘイ時代。トウ・ショウヘイ時代。で、アメリカの話題は、鄧小平と、Transformation of China とか、中国の変化。ですから、個人だけではなくて、彼が指導したと、面白い指導者で、だから僕はね、テーマとして、そういう時代の根本的な考え方、構造を調べて、そういうことをよく勉強すれば、中国現代のことは、分かるようになると、ね、いずれも大事。一つお聞きしたい、はい、鄧小平さんは経済の自由化をやりました、はい、経済の自由化をやった、はい、大成功だと思います。一方ロシアのゴルバチョフさんはペレストロイカでやって、はい、政治の自由化もやった、はい、民主化を、はい、なんで鄧小平さんは経済の自由化したけど政治は民主化しなかった。彼がね、いろんなことをよく勉強してるんですね。で、彼がですね、失脚したんですね。失脚した。3回失脚した。文化大学名で大失脚した。そうそう。で、第3の時ですね、彼は毛沢東が亡くなる前ですね、か各国法の方は、後継者として勤務して、鄧小平は失脚した。で、鄧小平はそういう時間も使ってですね、3年半ぐらいですね。最近は安倍はですね、前は政権持って、それが失敗して。2回目の政権。はい、2回目の政権はね、いい面はですね、まあ考えると勉強する義務があるんでね、チャーチルとリンコンさんとか、デゴロさんとか、
そういう人たちもですね、そういう機会を使って、で、鄧小平はね、3年半ぐらいですね、田舎に行ってですね、彼は厚生省というところですね、はい、田舎3年半で、よく考えて、で、いろんなことを見て、その中にいろんな経験もあって、それから彼がね、成功した国はですね、アメリカとか、日本も成功したと。どうして成功したと。で、彼の目から見るとね、ソ連はですね、軍備のためにですね、失敗した。失敗してね、失敗した原因は、ね、大失敗。一つは今おっしゃったことはですね、やっぱり政治は普通の力も持って、それは経済を返す、それ一つと、もう一つはですね、やっぱり中国ソ連はですね、やっぱり軍備のためにお金を使いすぎた、使いすぎた、で日本の自分の国民のためにですね、もう少しお金を使っていいと。ですから自由経済と国民のために経済をやると、そういうことはですね、3年半の準備でよく勉強する暇があって考えたわけですね。繰り返し聞きたいんですが、はい、中国は、はい、未だに中国共産党の一党支配ですね、はい、民主化してない、はい、なんで鄧小平さんの時にね、はい、民主化しようならできたと思うんだけど、なんでしなかったんですか。彼がね、別に反対しなかったんですけれども、うん、彼は安定する時代で少しできる。で、彼が80年ですね、やっぱり政府の政権を持ち始めたところですね、もう少し政治の改革も必要だと言ったんですけれども、彼はその後で不安定な状態にあってですね、で、例えば86年ですね、学生運動は非常に激しくなって、ですから彼がそれほど動かないんですね。で、89年もちろんその天安門事件。天安門事件。はい。その後もですね、非常に危ないと、分かって、そういうことはやっぱり安定した状態がないから、まあできない。だから彼はいつかやりたいという気持ちはあったんですが、やっぱり彼が東ヨーロッパを見て、ソ連を見てですね、やっぱり国がね割れるとか、っていう心配があって、我々はそれを起こらないようにですね、ゆっくりやりたいと。なるほど、はい、もう一つ聞きたい、はい、なぜ鄧小平さんは、はい、その気になればトップになれたのに、なんで主席になれなかならなかったんですか。家族法とか雇用法とかで鄧小平さんはトップにならなかった彼はそれもね、実にやりたかったんですね。本当は。本当はですね、雇用法ですね、最初はですね、まあ、準備したかったんですけれども、はい、彼はその後で、判断はですね、まあ、一つはで、行政のやり方ですね、うまくやってないんですね。彼がですね、78年から88年の1年ですね、解放の、ね、支持するのはね、非常に立派なことをやったんですけれど、鄧小平の目から見るとですね、一応そういうことをやって、だけど学生運動をあまり支持したのでですね、学生運動がどんどん悪くなって、それをやっぱりデモがですね大きくなった、それはどっちかっていう雇用法の責任だと。ですから後継者としてちょっと依頼できないと、彼の。だからじゃあ雇用じゃなくて自分がトップに立てばよかったじゃないですか。そうね、今の友達ですね、中国の友達ですね、今鄧小平を書いて、この次は何を書くべきだと。僕はまだ決まってないんですけど、大体の中国の知識階級、雇用を書きなさい、雇用、ね、はい、全部書きなさいと。そういう人たちの考え、それは中国人の知識階級のたくさんの人間はですね、やっぱり中国の将来はですね、もう少し民主化と、もう少し政治の改革、
それが鄧小平はですね、安定なことは心配しすぎたと。心配しすぎたという見方があってですね、もし公用法のやり方ならですね、今の国は、ね、もう少し安定すると、そういう見方があるんで、それから日本の中国の将来もですね、そういう雇用法は根本的に考えたことはいいんでね、ですからもう少しですね、やっぱり雇用法のことを準備した。で、今、所要法もですね、おっしゃったんですけれども、彼がね、89年ですね、政治局決めたことはですね、彼は実現しなかったですね、兵隊をね、使いたくない。で、結局、その政治局が決まったことは、彼は実現できないと。その89年に、学生たちは、政治も民主化、自由化できるんじゃないかと思って、天安門事件が起きるんだけど、天安門事件を今、どういうふうに捉えていらっしゃいますか？僕、個人的にですね、学生は、まず学生はですね、十分に理解してなかったですね。理解してない。してない。どう理解してなかった？学生はですね、やっぱり政治の話はね、禁じられたんですね。で、日本の学生なら、アメリカの学生なら、いろんなことは相談できる、話し合うできるんですね。当時ですね、中国の、学生はですね、無邪気と言いますか、無邪気すぎた。過ぎたですね。世の中のことは全然知らない。もしよく考えたらね、政権はそういうことを許せないと分かるはずですね。だけど、ですから簡単にですね、民主主義なんとかね、で民主主義なんでやるか学生は分からなかった。ですから、言い換えればですね、成熟してないんですね。なるほど、成熟してない。はい。それから、それが天安門事件のもう一つはですね、鄧小平は88年、僕は間違ったところ一つはですね、インフレですね、抑えなかった。インフレ抑えなかった。抑えなかった。で、かえってですね、もっと価格はですね、前には決まったんですね。彼は自由化したい。自由化だから。自由競争だから。彼がね、やっぱり自由経済はいいことと、早かれ遅かれはそういう方向を向かいなくちゃ。だから彼がね、当時で十分にムードをね、分かっていないですね。北京はみんな月給取り。で、自由経済ですね。田舎の、ね、小さい企業とかね、お金持ってるんですね。ですから、北京へ学生だけではなくてですね、北京の国民はですね、住民はですね、やっぱりものすごくインフレを心配して、88年ですね、28% ぐらい上がったんですね。もっと上がると心配して、で、月給は変わらない。で、自分の将来はギリギリだったんですが、もしインフレならね、あれはものすごく遅いってんだ。なるほど。ですから国民は学生を支持した。もう一つ聞きたい、はい、その毛沢東はね、はい、文化大革命で大失敗して、はい、まあ、ボーゲンさんの方にも出てます、はい、3000万の中国人を死にいたら始めたと、はい、なんでその毛沢東を鄧小平は全否定しないで毛沢東を肯定したんですか？7-3で毛沢東を評価した。で、彼は国を分裂する心配、国を分裂する心配があってですね、毛沢東を信じている人は多かったわけですね。ですから、そういうカリスマ性があった。あったんですね。共産党、彼は56年ですね、モスクワに行ってですね、ゴルバチェフはね、当時ですね、スターリンについて、ゴルバチェフじゃなくて、フルシェフですね。スターリンについてものすごく批判して、フルシェフはスターリン批判で登場した。そう、大批判して登場した。フルシェフはで、そう、当時ですね、鄧小平の分析はですね、あれはスターリン一人の意味ではなくてですね、
中国の共産、ソ連の共産党もですね、批判されたと。で、ストリンと関連している人はほとんどですね。ですから、ストリンとね、あれ悪いやつと。どうして君はね、ストリンの友達だった。どうして君は長年ストリンと一緒に。そういうことをですね、ソ連のね、分裂したんですし、それから、共産党の名前と評判はね、ずっと悪くなって、ですから、ストリン一人ではないんですね、党全体と。彼は56年、彼は中国の代表として、あれを見てたんです、ソ連でね。これ、ダメだと思った。ダメだと。風習がダメだと。そうそう、間違ったんです。間違った。ですから、共産党がですね、中国でね、文化大革命は全然ダメだと、それは、分かったんですけれども、やっぱりですね、もし皆さんですね、共産党の指導者みんなね、毛沢東と密接な関係があるんですね。ですから僕の彼らの やり方はうまいと僕は思うんですね。鄧小平が。そう。どううまい。彼はね、毛沢東自身は悪くない。悪くない。間違った。間違ったけど評価してる。評価してるんです。ですから、共産党を分裂しない、けれども、別の政策を取るべきだ。で、ですから、ストーリンはね、批判されたときですね、共産党、中国の、それね、共産党はね、非常に、危なかったんですね。で、中国はその点でですね、やっぱり共産党の権威をですね、守ったわけで、なるほど。それでも政策は変わ、そのやり方でですね、終わりの方はね、3割ぐらいはですね、ダメだと。終わりの方間違ったと。ですから政策変化できると。それは役にもやっぱり統一する可能性があった。もう一つ聞きたい。はい。ボーゲルさんはゴルバチョフっていう男をどう評価してますか。ゴルバチョフ、ソ連共産党も潰しちゃった。大体の人間は中国人間はそれ間違った。間違った。ゴルバチョフ間違った。それは中国人の評判。で、僕はもう少し複雑な見方。ソ連の専門家じゃないけれども、ソ連はね、共産党は当時も非常に弱いところはいっぱいあったんですね。ですからゴルバチェフは、間違ったでしょうけれども、どうしてそういうことをやる必要があったとは、共産党の中の人間はですね、気持ちも良くないし統一してない。で、彼がね、鄧小平はですね、文化大革命前の指導者を使おう。ですから今日やっぱり文化大学名上がった人はね、あまり使わないんで、彼がその前の人たちを使おう。そういう人たちはですね、大体統一しにくいし、そういう苦労ができたわけです。なるほど、はい、なるほど。やっぱりゴルバチョフは失敗ですか。失敗と言いますけれども、私はまあソ連の専門家じゃないけれども、僕は彼は失敗、それほど大きくない。結局、やるところはあまりないんですね。ですから、チョイスはあまり、いいチョイスはあまりないんですね。鄧小平は、やっぱり文化大革命の前の役員を、やっぱり統一して、まあ、党を続けるとか、新しい政策。で、そういう立場は大体文化大革命も間違えた。ですから、もう少し仮のような考えを取り入れる。ちょっと順番がもっと前にお聞きすべきだったんだ。はい。鄧小平と毛沢東を比べて、はい、毛沢東の欠陥、鄧小平の素晴らしいのはどこですか。毛沢東はね、悪いやつと思う。悪いやつ？なんで悪いやつ？だって中国共産党を作りね、で、国民党の蒋介石を追い出して。僕はね、まずですね、大躍進ですね。大躍進。彼1年間ですね、最初はですね、
は分からなかったんですね。だけど彼がね、1年後ですね、何百万人ぐらいが、殺されて亡くなったと。彼はまだよと。ひどいね、ひどいね。それから文化大革命でですね、指導者に対してですね、非常にひどいんですね。で1人か2人じゃなくて全部でね、あれほど変なことですね。いやだからその毛沢東を、はい、なんで小平は評価してるんですか。あのね、1930年代ですね、毛沢東はですね、公正省にベースを作った、で小平もいた。で小平一番最初に失脚した理由は何だと。毛沢東を支持したと。え、毛沢東を支持した。支持したんでしょ。支持したのにどうして失脚するんですか。で毛沢東はね、中央の指導者ではなかったんですね。当時ですね、毛沢東は中央、共産党の中央を握っていないんですね。北の人間は握った。でですから鄧小平の間違いとこれはですね、毛沢東を支持したと。それは、最初造反有利と毛沢東は言ったんですね。上の方に対して造反するのはいいんだと。あのね、当時は非常に複雑ですね。それは文化大革命の、だけど当時ですね、30年代ですね、中央委員会はですね、の見方ですね、また、都市ですね、造反がいいと。で毛沢東の見方はですね、それは国民党の軍隊の方はずっと強いと。ですから都市をでなった買おうと我々は必ず、負けるわけですね。ですから農協のベースをですね、農村のベースを作ってまず作って、で鄧小平は支持したわけですね。その当時ですね、それは終了ではなかったんですね。で毛沢東はその後ですね、鄧小平を見てですね、よくできる人、57年ですね、毛沢東はね、ロシアに行って、40年の記念日ですね、革命の40年の記念日でモスクに行って、そこでモスクでですね、やっぱり毛沢東がですね、はですね、40年の記念日の時ですね、毛沢東が失礼、大丈夫です。で、毛沢東はね、見せて、彼が将来すごくあるんだ。あれは鄧小平。あれは57年でね、モスクに行ったと。それから鄧小平はですね、ソ連の指導者と喧嘩するのが非常にうまいんでね、それが実現する力とか、ね、知識と全部尊敬したんですね、当初。なるほど。はい、ただね、はい、ロシアでも、はい、今大統領は選挙ですね、はい、中国はいまだに選挙やってない。これ変わるんですか、変わんないんですか、中国の体制。どういうふうに決めるかと、変わったのはね、一つは任期があるんですね。今の任期っていうと5年とか、任期10年とか5年とか、5年とかね、毛沢東時代はそのやっぱり任期ないんですね、はい、やっぱり亡くなるまではね、力持ってる、ね、で鄧小平は任期を決めて、任期を決めたわけですね。ですから数年でね、共産党ですね、会議もですね、共産党の大会はですね、5年間必ずやると。それから、中央委員会はですね、毎年やる会議。それ毛沢東時代はしなかったんですね。それですから、それは、そういうふうにやったんですけれども、その誰がその指導者を決めると、微妙な、我々は十分に文章を作っていないけれども、我々の、できるだけ分かろうとしてるんですけれども、
大体ですね、政治局、特に政治局の、常任理事会はですね、大体数日が決めるわけですね。ですから、完全一人が決めるではなくてですね、大体数人が決める。そうだね。だから、あの国民の投票ではないんです、ね。ない、そこなんですよ。それは僕もね、少しね、中国なりの民主主義は考えられるんですけれども、我々の日本とアメリカの国民の全体の、選挙はですね、僕は近い将来はできないと思う。あのね、はい、丹羽宇一郎というね、人が言います。彼はこの間まで日本の中国大使だった。はい、中国大使。ね、で、丹羽宇一郎さんに、僕は中国が近い将来民主化できるかと、選挙できるかと、多分できないと思う。彼、伊藤忠の。伊藤忠、相当伊藤忠ね。彼がね、非常にあの中国で、伊藤忠はすごく成功して、彼がね、中国のことかなりよく分かったと私も思うんですね。で、僕もそう思いますね。その点で私は、岩瀬さんの見方は正しいと私は思います。もう一つ、はい、中国が今までは経済成長 8%、はい、まあ 10%、9%、8%、はい、8% が難しくなった。今までは国民の生活がより豊かになる、はい、便利になる、はい、ということで政府を支持したんだけども、はい、8% 難しく 7% と、はい、でしかも格差が相当広がってきた。今の中国共産党大丈夫ですか？僕はね、あの問題はね、格差の問題は中心ではないと私は見てるんですね。僕の友達はそのいろんな中国で調査をやってるんですね。それほどでもないですね。僕はそれよりですね、まあ、腐敗問題ですね。特に軍の腐敗がすごい、中国。それは難しいです ね。それは抑えるためですね。習近平は多少やろうと。それは非常に難しいですね。腐敗の摘発をどんどんやろうとしてますね。あの問題なのはですね、対象はですね、あまり大きくなるとね、反対する人は多くなるんですね。ですから対象はですね、狭くなると、まあ、できるわけですね。ですから対象はですね、今白なんて言いますか、日本語で発音は白、ハッキライ一人の対象になるんですね。この次は誰かと。ですけれども、もし彼がね、たくさんの対象としてですね、共産党を分裂して、あるいは政局できない。ですから、問題なのやり方はですね、対象は、まあ、一人一人とか、どんどんやって、厳しくやると。それは習近平の、やり方だと私は見てます。はい、習近平政権は続きますか？はい、10年間は問題ないだろうと、問題ないだろうと思うんですね。それは制度としてもう小平時代からですね、大体ね、10年、まあ、任期はね、5年。で、うまくいけばあと5年。ですから5年は必ず問題ない。ただその最後の5年間はですね、あれ大体、まあ大体ね、10年間続くと。だけどもし彼が大失敗したらですね、5年で終わると思うんですね。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。いや、どういたしました。